お町のにぎわい創出に向けた新たな取り組みです。静岡市の商店街では今月末から土日の歩行者天国を平日に拡大することになりました。人が中心の街づくりに期待を寄せています。平日でも人通りの多い高野町商店街です。ここパルコの前あたりから国道1号沿いまでのおよそ170メートルが平日も歩行者天国になります。 JR 静岡駅前に広がる高野町名店街です。歩行者天国となるのはパルコ静岡店前から国道1号までのおよそ170メートル。現在土日祝日はスクランブル交差点から歩行者専用道路となっていますが、今月30日から一部区間を平日へと拡大するのです。実際今この通りっていうのは人はどれぐらい通ってますか？いや、人はやっぱかなり減りましたよね。まあ、それは実際コロナに来る前からですね、街中というのは人が少しずつ減ってまして、一番多い時に比べると逆半分ぐらいになってるんじゃないですかね。商店街では2008年に人が真ん中をコンセプトにした街づくりプランを策定し、人を呼び込むため静岡市と連携して歩行者天国の実験を行ってきました。もともと車通りはまばらで国道1号に直接抜けることができない不便な道路ともされていることに加え、放置自転車などの対策が進んだことで、今回駅前の商店街としては初めて平日の歩行者天国に踏み切りました。店員さんとね、こう応対しながら物を買うっていうことがですね、あまりそういう形よりも多分インターネットで買ったり、生活習慣というかそういうのが少しずつ変わってきたことも影響してるんじゃないかと思いますけどね。商売の売り上げを上げるっていうよりも、まず街に人を呼ばないと始まらないんで。専門家は今回の取り組みについて、人が来るための器を整備したことに過ぎず、今後どう活用していくかが重要だと話します。実際にあそこに来て何が楽しめて、例えば何が買えるのか、新しいお店を作ったり進出をしていただいたりして、さらに魅力を高めていくことが重要かと思います。静岡商工会議所の調査では、 JR 静岡駅周辺や呉服町など葵区の58地点の昨年度の総通行量はコロナ禍前の9割近くまで回復したことが分かっています。駅前には大型店が乱立していますが、商店街は取り残されないようリニューアルオープンをしたりイベントを企画したりして街を活性化させたい考えです。ここ本当に、1、2ヶ月でかなり人は戻ってきたような感じがするんで、買い物だけじゃなくて街を来るということ自体の、ね、楽しみみたいなのが、ね、あればいいかなと思ってますけどね。商店街全体の価値を高め、再び活気あふれるお町を目指します。